新村忠夫は、社会主義者でアナーキストである。高徳事件で処刑された12名の一人で、計画の首謀者とも言われる。号は秋峰。長野県萩島郡や大町出身。聖火は郷農。小学校、補修科一年卒。郷里で信仰に疑問を持って、無神論者となり、1906年、明治39年、黒ポトキンの無政府主義の哲学を読んで、 アナキズムを知った。同じ頃、高徳周水と坂井敏彦の平面新聞で社会主義思想に触れてその読者となって講習会に出るために上京した。1907年頃から長野市の黒潮会や上田市の社会主義談話会等の地方同士と盛んに交流するようになり、高原文学を発行。自身を直接行動論者と称した。後に、 友人の紹介で書生として、周水の平民者に住み込むが、赤旗事件などで、同社は解散。この復讐の機会を伺っていた。同志の宮下滝ちらと皇太子の暗殺を計画して、爆発物を作る目的で、塩酸カリを入手する。宮下が勤めていた、赤品製材所の近くで、爆発実験を行った。 しかし、シンソンはかねてより警察の尾行を受けていたために、露見。1910年5月25日に、長野県の自宅で爆発物取締り罰則違反の容疑により逮捕され、高徳事件により1911年1月24日午後2時50分、シンソンの処刑が執行された。去年23。事件を重大視した警察は、宮下滝地、菅野巣が、 小刈木桜26名が天皇暗殺の構想を抱いていたと断定したが、実際の暗殺計画は少なくとも、当初は皇太子を標的としていて、宮下と新村が中心となって長野県で準備されていた。湯河原町で登場していた秋水や菅野は、計画の具体的な関与はなかった。このため警察によるフレームアップであったと批判される。 兄の新村全米も赤品事件で逮捕されたが、高徳事件で懲役8年の判決を受けて、1915年に出獄した。ありがとうございます。